皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたら、おやすみなさいな、しばです。今回も FIFA 寝ずにやっていきたいと思います。でなんですけれども、今回もガチャをね、引いていこうと思うんですけれども、星座数見ていきましょう。私ね、もともとちょっと今日の夜の配信で FIFA をやる予定だったんですけど、それがちょっとなくなっちゃったので、そこで引く予定だったガチャの方をね、今回動画で引いていきたいと思います。で、星座選手、デゲデン、ネイマー、92のネイマールが来てるんですよね。で、私が一番今までで当てた選手で高価な選手がモハメド・サラー選手なんですけれども、その選手で30万の市場価値がありますと、ネイマール選手なんと200万。もう桁が違えんだわ。ムバペが確か150万とかだったってことで、それ以上の市場価値のあるネイマール選手を私はなんとしてでも当てたい。とはゾマー選手とかカンセロ選手とか、まあ、結構有名な選手もたくさん来てくれているんですけれども、あとはね、こちらのルールブレイカーの方のスアレス、フォーデン、あとはケシエとかデイビスとかね、来てくれるとめちゃくちゃ嬉しい。で、二つに共通すること、何が共通してくれているか、炎、ウォークアウト、これですね。この2つをしっかりと出していきたいと思います。でですね、私最近 FIFA を始めて、結構ね、名前の呼び方が違うっていうご指摘をいただいちゃってるんですけど、本当に申し訳ないです。ただね、ウィーレの時は私が呼んでた呼び方だったんだよなっていうのもちょっとなんとなくあったりして、もしかしたらね、違和感があったりする呼び方をしちゃってるかもしれないんですけれども、その辺は温かい目で見ていただけると嬉しいです。もちろんね、サポーターの方がちょっと違う名前で私が呼んでたりしたら、結構ムズムズしたりイライラしちゃったりするのはめちゃくちゃ重々承知してるんですけれども、そのあたりはなんとかコメントとかでご指摘いただける分には本当にありがたいので嬉しいんですけれども、ちょっとワンクッションを置いてこちらいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。でですね、私の今のスカットがこちらでございます。クラブか、クラブこちらなんですけれども、ファビーニョを私取りました。1万4000円ほどでね、獲得をいたしました。で、今回欲しい選手が、まあ、ここのディフェンスラインとね、センターバックの2人のレートが83ってことで、ちょっとここがね、もうちょっと上げたいなってことで、センターバックラインを狙っていきたいっていうところと、センターバックライン、ディフェンスラインですね、こちらのを狙っていきたいとか、あとは CM の選手ね、ここのコバチッチ選手が当たってくれてるんですけれども、あとはコバチッチ選手とかジョルジーニョ選手とかね、もっと強い選手が来てくれたら今回交換できるかなと、交代できるかなって感じで狙っていきたいと思います。ってことで早速引いていきましょう。毎度おなじみ、こちらプロモパックですね。残りパック6ということで、今回は1回600ポイント FIFA ポイントのガチャを6回上限引いていきたいと思います。いつもね、配信だったらここのね、プロモパックで全然もし出なかったら、こっちのゴールドパックに行ってウォークアウト出るまでとかやってから試合っていうのが結構ね、恒例の流れだったりはしたんですけれども、今回はね、動画ということもありますので、プロモパックこの6回だけを引いていきたいと思います。早速いきますか。1回目、せーの、お願いします。ウォークアウト、歩け、マジで楽しいこの瞬間が、お願い。まっさらな、まっさらな地平線。おー、レアルの若手、ドドリゴ選手、ドドリゴ選手も来てくれてますね。いやいやいや、半分かぶっとるやないかい、半分かぶっとるやないかい。しかも結構いい選手がかぶってくれてる。悲しいよー。まあここからですよ、1回目なんでね。まあまだ1回目、いいでしょう。2回目いきましょう。ってことでいきましょう、サクサクプレイ。2回目一斉のレッドブルコッコー、お願いします。1個ブラジル CM、 あ、アルトゥール、ユベントス、ありがとうございます。ただアルトゥール選手、私3人目ほどでございます。めちゃくちゃかぶってる、やばくない、このかぶり業、どういうことよ。しかもみんな70代。うわー、ちょっと逆の意味で鳥肌立っちゃったんだけど、悲しい。これさ、全部この移籍リストに送るってさ、右のこのカーソルを上にやる、この私の気持ち。ってことで3回目いきましょう。折り返し地点でございます。6回が上限だからちょっと早いですね。結構ね、確率がね、あ、そうだ、確率見るの忘れてた。結構確率が高いんですよ。見てこれ、ゴールド87で 9.5 でしょ、あとルールブレイカーで 4.0、 めちゃくちゃ高いよねこれ。あれどうした、あれ私はどうした。全然当たらないんだけど、これ本当に頼むよマジで。それでは3回目いきましょう、お願いします。トンプラコ頼むよマジで、ここで来てくれ、ウォークアウト、来ない、来ない、いやーマジかー。
こんなもんなの？こんなもんなんでしょうか。ちょっと渋いな。はい、4回目いきましょう。この3回にかかってる。私が今日幸せな気分で日本代表戦を見れるかどうか、このガチャにかかっています。いきましょう、4回目。せーの、どすこい、パイナポン。ねえ、来ない。あの一瞬なんか炎の幻覚見えたんだけど最悪ありがとうございます。82ゴールキーパーの方が来てくれました。いやーマジか、ビダル来てくれてるし、ファンデベーコン来てくれてるし、引きとしてはめちゃくちゃいいと言えばいいんだけれども、ウォークアウト来ない。あ、間違った、ウォークアウト来ないなーマジで。はい、あと2パックですよ。2回って。4回目いきましょう。せーの、間違えた、5回目だ。4、5、間違えた、5だ。なん、どうしたどうした。リシャルリッサ、嘘やろ。次ラスト、嘘やろ。何このかぶりようは。おい、次ラストよ。一回もワークアウトしないまま、まさか終わるなんてことはねえよな。まさかとは思うけど、一回も歩かずにガチャ終了してしまうなんてことはねえだよな。頼むよマジで、ラストお願いします。手に汗握りますね。せーの、ドン。もう多くは望まない、歩いてくれ、それだけだ。ネイマールはもう望まない。ドン。オカンポス。はい、はい、ということで見事プロマパック爆死しました。爆死なのかな、どうなんでしょうか。まだその辺の程度が分かってないんだけど、でも一人も歩いてくれんかった、切ねえ、虚無感。でも元気を出して日本代表戦応援したいと思います。ということでね、絶対日本代表戦勝ってほしいので、ここは願掛けとして、ガチャは全然いい結果じゃなかったけど、神引きをしたかのような締めくくりにしたいと思います。はあ、気持ちを切り替えます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。今回見事に神引きすることができました。ネイマールを獲得できました。ということでご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。